んこんにちは、無理やりです。はい、今日はですね、今友達ん家に来て撮らせてもらってるんですけれども、私今回ですね、カラコンの福袋を買いました。2700円の福袋を買いました。で、2700円の福袋なんだけれども、ごめんね、ここ響くよね、お風呂なんで。はい、2700円なんですけど、4箱選べて、ドアリも選べるっていう福袋でした。はい、なので早速開けてみたいと思います。サンキューって書いてあって、キャンマジの説明書が入ってます。はい、こんな感じで全部入ってます。で、私が選んだのはジュピターミューズと、あとあれ、なんて言うんだろう、これずっとね使ってる種類なんですけど、ドンキで1個1000円とかで売ってて安いなと思って、型番が古かったりとかすると安く買えるんですけど、でもこれ1個500円計算だよね、4箱だからめっちゃ安く買いました。そしてなんかもう一個おまけがついてくるって書いてあって、あら、おまけと思って。で、おまけついてくるんだったら結構なんか得じゃないですか。だからちょっと選べないおまけなんだけれども、ついてきたおまけがあるので紹介したいと思います。スリーピングパックなんですよ。寝る前に塗るだけ。テクスチャー見てみたいので見てみたいと思います。洗い流さないで大丈夫です。で、朝に流すタイプらしくて、カタツムリエキス入ってる。で、スーパーヒアルロン酸、リピジュア、プラセンタエキス、マイクロコラーゲンが入って、5種類の保湿成分が入ってます。で、可愛いよね、ルテラ。これ前私大きいの使ったことあるかな、ドンキかなんかで買って。ではテクスチャー見てみたいと思います。透明なんだ。あれ、私使ってたの透明じゃなかったな。これをですね、寝る前に、まあ、こことかどこでもいいんですけど、こんな感じでなじませて、まあマッサージをしながらなじませて、翌朝に流すような感じ。あ、すごい。でも、あ、めっちゃいい匂いする。ベタベタしなくて、スリーピングパックもちもちして、聞こえますかね、この音。もちもちしてるので、すごい肌のなじみも良くて使いやすそうなので使ってみたいなと思います。そしてですね、肝心のカラコンなんですけど、こっちかな、何ミューズっていうのかな、1個ちょっと開けてみますね。こっちはね、あんま使わない色なんだよね、茶色なので。ほら、わかりますかね、ちょっと、はい、ちょっと茶色ですね。で、私の目がもともとちょっと色素が薄い茶色なんですよ。あんまりちょっとね、よくわかんないと思うんですけど、色素が薄い茶色なので、あんまり茶色系のコンタクトってしなかったんですけど、今回まあ選べる福袋ということで、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って買ってみました。そして次にジュピターミューズなんですけれども、ジュピターミューズをマジで愛用してて、あのね、すっごい発色が良かった。本当に多分友達とオールした時とかに、ドンキ、六本木のドンキとか近くにあって、で、なんかカラコン買わないといけないっていう状況にね、差し掛かったんですよ。なんですけど、これたまたまあって、まあ、1000円で買えるって言って買ったのが出会いだったんですけど、すごいね、好きな色をしてて、ちょっとわかるかな、この感じ。私が普段使っている、あの水色っぽい感じの色に似てるかなと思います。で、これはね、どちらかというと緑と水色の間な感じの色。はい、ということでキャンディーマジック4つ入って、プラス選べないけれども、このスリーピングマスクが入ってて、すごく得した気分で、10% 割引クーポンとかもあったんで、そういうのも使ったりとかして、約2700円になりました。キャンディーマジックの福袋、皆さんまだあったら買ってみてください。結構もう10日過ぎちゃったのでわからないんですけれども、あったらまだあると思うので、まだね、カラコンサイズとかの福袋はあるかなと思うので、
調べてみてください。ということで森ありでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと友達家のお風呂でちょっとねわーって響いてるかもしれないですけどごめんなさい。チャンネル登録ボタンはこちらら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。これからもよろしくお願いいたします。森ありでした。バイバイ。おやすみなさい。